チャッキー王子の大怪獣映画館、ゴジラにくっついて語ります。はい。ご機嫌いかがですかチャッキー王子です。見てない方、これから見る方は参考にしてくださいね。はい。えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。これから行く方、いってらっしゃい。ゴジラの登場でございます。えー、っとね、前も言ったんですけども、 僕は、あのー、初代ゴジラっていう言い方をしてた時代でね。で、まあ、時代背景とともに、あの、口から吐く熱線は放射能という言い方をしてました。はい。えー、まあ、僕ら年代はゴジラはやっぱり敵怪獣をやっつけるヒーローって感じでね。ガイガンやメガゴジラをやっつけてました。 で、中学3年生になって、ゴジラファンクラブに入って、プラチナチケットが当たってですね、えー、モーニングショーなんですけども、一回だけ初代ゴジラを上映するということで、えー、朝早く自転車に乗っていきました。はい。えーと、その時の衝撃はすごかったですね。あのー、なんて言ったらいいんですかね。えー、想像をはるかに上に行ってましたね。はい。 当時はビデオとかもなかったんで、えー、まあ、映画館で見て印象付けるしかなかったんですけども、あのー、本当に特撮もすごく完璧で、えー、あと人間ドラマも重厚でね、えー、とにかく、あのー、戦争の愚かさとか、核空とか水爆の恐ろしさを、まあ、歩く、 水爆という形のメタファーで描いているのがすごく素晴らしかったですね。はい。で、僕は気になったのは、テレビでゴジラが破壊するシーンを見ている本ね、セリザー大輔博士は、どういう気持ちで見ていたんだろう。もっとやってしまえって思って見てたのかな。もっともっと東京を破壊してくれゴジラと思ってやってしまったのかもしれません。 えー、しかしながらその皮肉でね、えー、まああのー、最終的にはそのセリザー博士が作ったオクシジェンデストロイヤーと共に海に沈むという終わり方をします。あのー、はっきり言って、えー、退屈ではありました。正直。はい。 やっぱり時代背景ってあるし、白黒画面っていうのもあるし、僕が知ってるのはアイドル怪獣ゴジラだったので、えー、ちょっと残念かなという気持ちはありました。しかし、えー、ね、やっぱり歴史的なものを知らない僕としても、かなり難しい話だったし、 えー、まあ、触れ、簡単に触れてはいけないなっていう作品でもあったと思います。ああ、ほえー、ゴジラがね、通ったルートというのは、えー、東京大空襲の時にビンジュグが通ったルートと全く同じルートを通ったらしいですね。えー、それも計算のうちやし、えー、今でこそゴジラってイメージがつくから、目線棒あったらあそこにゴジラがおるんやでってイメージできるんですけども、 一番最初にゴジラをやった人っていうのはイメージがないんでね。えー、よく撮れたなと思いましたね。目線棒をだけ見て。で、ね、本題の白監督は戦時中に空爆が来たことを思い出して逃げてくれっていう指示を出したらしいですね。まあ、それが迫力ある映像になっていると思います。はい。えー、まあ、 水爆が生んだゴジラ、そして、えー、それ以上の武器を持ってしまったセリザー大輔博士の心の葛藤が揺れ動いて、えー、不気味でもありますけども、あのー、ゴジラは本当に、えー、これ、真の侍と同い年だったんですね。はい。いい映画ができた時代であります。はい。えー、まあ、モノクロだから見たくないっていう人も多いと思いますが、 一度は見ていただいても大丈夫だと思います。